卓球女子でパリ五輪団体戦のダブルス起用が有力視される平野美宇。24、張本美和。15イコール共に木下グループ。組は前評判を覆せるか。団体戦で悲願の金メダルを目指すにあたり、多くの卓球関係者が第1試合のダブルスが一つの鍵を握ると予想。同じ拠点で活動する平野。 ハリモト組は多忙な合間を縫って練習に励んでいるが、5月上旬のサウジスマッシュで初戦敗退に終わった。3月のシンガポールスマッシュでも1回戦でインドペアに敗れており、暗雲が垂れ込めている。代表メンバーをよく知る卓球関係者は、ここから仕上げていくと思う、としながらも、本音では団体戦で中国にピンポイントで勝つことを考えたら、早田ひな、日本生命、 ダブルスで使って確実に1点を取りたいところそれであとはみんなでシングルスを頑張ろうでもいいのではと指摘する中国と対戦した2月の世界選手権団体戦決勝では早田と平野が白星をダッシュ各選手がシングルスで対等に戦う力をつけているだけにダブルスを確実に制したいとの見解だただ早田は男子の張本智和智和企画 と今後ダブルスに出場予定現在も国外を転戦しており、平野、張本のどちらかと十分な練習を積むのは非現実的だ。だからこそ、平野、張本組のレベルアップが必要不可欠となる。20日には WTT コンテンダー部と原、中国、江の出国を前に、羽田空港で取材対応。平野は、短い時間でどうやって集中してできるかが勝負と語り、 長本はまだ試合合で相手のボールに合わせられていないなもっともっと練習しようと話し合っていると明かしたパリ五輪まで残された時間は約2ヶ月大一番で周囲の雑音を振り払いたいところだ